どうも皆様こんにちは、ケージチャンネルですということでね、狭い狭いんじゃん。この動画のメインコンテンツであるわしがなんでこんなに見切れてるの、いろんなものでということなんですけれども、すいません、今日の主役は俺じゃないですね、こいつですね、こいつ。このでかい箱は一体何なのかという話なんですよね。なんかける、なんだ、気になりますね、これね、気になるね、これって何なんでしょうか。これが何なのかっていうヒントはですね、こっちの方によっこいしょと、倒すと出てくるですね、ひっくり返ってますねひっくり返ってますね、よいしょー。まあこれ何なのかっていうか、まあ、動画のタイトル見たらもうみんな分かってるはずなんだよ。このね、茶番はいらないと思うんだけど、いやでもさ、 PS4 プロの限定版をただ買ってきて開けるだけの動画でさ、意味ある？俺はこの動画で何個ボケれるかっていうところが大事なポイントなんじゃないかって勝手に思ってるんだけど、はい、見てこれ、まあ、PS4 プロのね、限定版、限定5万台のやつ、なんとかね手に入れて買ってきたわけですよ、ね、これ大変だったんだから、これ手に入れるの。こっちの動画見て一回いやそんな大変じゃなかったな、まあ、予約ができてかなり数が少ないものでなかなか手に入ってない方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、というところで予約できて買えたというところなんですよ。でこの PS4 プロ何がすごいかって、これね 2TB、 2TB なわけですよ。二神社じゃないよいや寺と神社をかけたっていう分かりにくいボケをね、まず一発目に持ってきたんだけど、どうどう、ね、あ全然目合わせてくれねえこいつ、もうダメだって、しょうがない、これもう開けるか開けるか、一発こうスパンキングかましてね、この限定版の PS4 プロにスパンキングしたの俺ぐらいだぞ。もう一発やっとくか、これあごめんごめん当たっちゃった、ごめん。よし、それじゃあ開けていこう。よし、開けよう。ちょっとカッターだから気をつけて、チャーチル。おい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 、なんか気になるね。なんかこう猫っていうのはさ、段ボール類が好きだったりするよね。これ開けたらもう中に飛び込むんじゃないか、パカーン言ってね。あらーあらまあらまー、あらすっげー、これなんだろうね。俺さ、これ買いに行ってさ、いや通販じゃないよ、通販じゃない、店舗に買いに行ったんですよ、店舗に買いに行って、このねこの段ボールのまま渡されて、おお、なんかすげえ渡し方するなとか思ってたんだけど、いやこれはそうだわ。あ、見ていきましょう皆さん、これですわ。うわー豪華これ箱でしょ、箱。ちょっとこれ早く開けたいね、見ていきましょう。チャーチルも興味津々ですわ、この PS4 にね。うん、どう、いいっしょ、よいしょ、よいしょ、あー、おお、いいよっこら、あーちょっと気をつけて。このね PS4 プロのね見せ場はね、見せ場というか今日の動画の見せ場になると思うんですけど、シリアルナンバーが入ってるんですよ。限定5万台なんで、5万分の何菓子って入ってるんですよ。これが果たして僕が手に入れたね、そのこいつがね一体何度なのか、シリアルナンバー、そこが気になるわけで。だから僕買いに行った時もね、まあ結構早い時間に買いに行ったんで、まだこれ予約してた人たちが何人かいて山積みになってた。で俺のやつこうね、予約表渡してさ持ってくるわけで、あ待って、そこでいいかな、シリアルナンバーそれでいいかな、ちょっと1個下の方がいいやつなんじゃないかなとかってさ思ったんだけど、そんなに気に出したら、気にしだしたらキリがない、キリがないいやかっこいい、ちょっとこれビール取ろうよ、ビール取ろう、マジで。いやー楽しみなんですわ、すっげー。その PS4 プロは初めてなんですよ僕、今までさ、そのなんだろう、スリムじゃなくてその1個前のやつ、まあなんか通常版的なやつをさずっと使ってて、でやっぱりなんか 500GB とかだからさ少ねえなと思ってたんだよね。ソフト何個か入れたらもう、満杯になるさ。グランツーリスモがマジクセモノでさあいつ 80GB ぐらい取るぜ、確かね、半端じゃねえなあいつな。いやーいや圧倒的この綺麗な箱、うわ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 、あちょっと待って、箱折れちゃう、箱折れちゃう、もう軽く箱折ったけど、限定版の箱、いいいいいい、それはいい、それはいい、はい。あのね透けて見えてるね、ちょっとね、本体ねスケルトンなんだけど、箱もちょっとスケルトンがかってないかということで、早速開けていきましょうか。あー折れちゃったな、ちくしょうちくしょう、パッカーン、
オープン、オープン。うわうわ、俺これ何どうやって見せていこうな。このカメラはこの状態で固定していきたいから。はい、来ました。なんか不白の袋に入っておりますね。ここが一番メインです。こっちから開けていこうかな。じゃあチャラーいやーいいぞいいぞ。今回そのセットになってる、まあ、本体だけじゃなくてもちろんコントローラーとかもあったりするんだけども、コントローラーもその限定色なわけですよ。まあ、コントローラーは普通に単品で買えるのかな。あらーかっこいい。これですよ、見てこれ。スケルトン具合って見えるかな。ツヤのあるスケルトンになってますね。中身がなんとなく見えております。でこのね、この PS ボタン、このボタンの色がなんかこんな感じの色になってると。これはかっこいいわ。いやで後ろはねスケルトンではないっていう感じだね。やべえ、これいいなと思ったら皆さんこれコントローラーだけでも買えると思うんで、買ったらどうですかね。すごく、まあゲームやってる時コントローラーそんな見にひんけどね。でよいしょ、これがついてるんですよね。PS カメラ。俺使わないんだよねカメラね、基本的に。でも、まあ、VR とか持ってる人とか必要なのかな。これも、まあ、色がねあるということです。これは何だろう、スタートガイドなどが入ってますね。これもまあ、限定仕様の色のやつになっておりますがな。この箱は何だろうな。ああカメラのなんかスタンド的なものかな。とあといろんなね線が入ってます。でこれ結構嬉しいよね、スタンドがねあらかじめついてるんですよ。 PS4 Pro ってスタンド常にあれかな、付属してるのかな。なんかね昔の頃のなんかおもちゃを思い出しますね。こういうさプラモデルでさ盾とかありそうだよねなんかね、ガンダムがこれ持っててもなんか違和感なさそうな気がするんだけどね。こんなスタンドがついてる。俺普通の PS4 のやつさスタンドついてなかったから普通に立ててるだけでなんか怖かったんだよ。これはありがたいかもしれない。これはさて、ではではいよいよ、じゃあねお待たせしましたね、すいませんね。やっぱ動画的にもさやっぱりさ引っ張りたい部分じゃない、ここは。中身をでは開けて見ていこうかと思います。慎重にね、慎重に。あ、よく本当に箱の作りとかからしてもすげえ丁寧に作られてるわ。まあまさにねちょっとね特別感を持って作ったものという感じでしょうかね。さあではいざオープンしたいと思います。ででんでってんでって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 、うぜえマジで俺ほんとうぜえ。俺だったらもうとっくにこの動画見るのやめてるよ。いいね、いきましょう。ででんでデン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 ズドーン。ちょっと待って、家の中がいろいろ反射して見えるな反射して見えるな。よいしょ、どうだ。あでもこの反射なら見えてもカーテンだけかな。よし、オッケー、角度的にもオッケーいろんなものをクリアしていくということで、こんな感じの本体になってる。いやマジで綺麗。うわー、スケスケのスケルトンっていうよりはまあ、なんかこうちょっとねダークトーンでうっすら見え、まあ、でもなんか天板がほとんどだからね、あんまり中身がねガッチガチに見えるっていう感じでもないかなと思います。で気になるシリアルナンバーなんですけれども、わー、これはすごい番号が来たかもしれないぞ。なかなかピントが合わないんだけどさ、やっと合いましたね。04756、結構浅い番号だぞ。そんなわけでですね、シリアルナンバーは、おしなごろ。どういう意味いや、ないわ。意味なんかないわ、ということ。浅いね、番号ね、結構ね。5000以下ですわ。まあ、もっともっと若いね、100以内とか1000以内みたいな番号は、まあ、おそらくね、関係者各位に渡っていることでしょうし、切り番とか、ゾロ目みたいなのも同じくね、関係者各位に渡っているんじゃないかなと思いますけれどもね、まあ、そういう番号ね、あったらテンション上がるよね、上がるよね、とかって思いながら開けたんだけど、まあ、全然いいでしょう。
まあ、そんなわけでですね、これからはですね、まあ、ゲーム実況を撮ったりライブ配信したりするのにこの PS4 Pro これをね、使ってやらっていこうかなと、思います。でね、まあ、別に実況とかはそんなに変わらないと思うんですけれども、ライブ配信の方は PS4 Pro で、配信した方が画質は良くなるんで、 1080p でライブ配信ができるので、まあ、ゲーム実況の動画の方で、まあ、週に何回かやってるライブ配信なんかは今までよりもちょっとね、見やすいものになるんじゃないかなというふうに、なると思ってますので、ちょっとだけね、期待してください。まあ、期待されても、ね、期待するほどのもんじゃないか、ね、画質が綺麗でも俺のトークが面白いか面白くないかは変わらないので、ね、まあ、9割滑ってるそういう配信でよければぜひ皆さん見に来ていただけたら嬉しいなと思いますし、まあ、ますますね、これで、ね、ゲームやるときのテンションが上がるな上がるななんていうふうに思っておりますということです。よいしょ。そんなわけでですね、まあ、チャッチルとともに今日は最後のご挨拶といきたいと思います。あれ何あんまり興味ないね、チャッチル PS4 って PS4 ほら見てごらん、ほら興味ないダメ、興味は湧かない、こっちのシールドの方にシールドの方に興味があるねちょちょあちろうね、クンクンしてますということでご視聴ありがとうございました。ただこれだけの動画だよ今日はじゃねー。